皆さんこんにちは、キリン持続ライバーのまこと申します。さてこの動画ではキヌージョプレゼンツスタイリスト×ミクチャライバースペシャルコラボトーク企画ということで、今 SNS で大人気の美容系インフルエンサー、そして人気ライバーの方々を多数お招きいたしまして、ヘアケア、ヘアアレンジの最新トレンドや意外と知らないテクニックの秘密などたっぷりご紹介していきたいと思います。さて早速本日のゲストのご紹介をしたいと思います。まず本日のご意見番、大人気美容系インフルエンサーの方々のご紹介です。まずこちらの方、 YouTube チャンネル髪の毛の学校にて大人気活動中、現役美容師インフルエンサー、サロンアルディイースト代表の鶴谷和俊さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて続きまして、現役美容師インフルエンサー、サロンアイドット東京所属、メルテムさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして続きまして、この番組の出演権をかけまして、ユーザー投票で上位を勝ち抜きました、今ミクチャで大人気のライバーの方々です。まずファッションマスクピクール公式モデルのリッカさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、第5回ミスブーケ準グランプリのミュウさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後にキヌージョ公式アンバサダーのひとみさん、よろしくお願いします。はい、以上5名の方々と本日は一緒にお送りしてまいりたいと思います。早速今回の動画の企画の説明に参りましょう。この動画は今回のスペシャルコラボ企画の第2弾ということで、こちらの企画を実施していきたいと思います。どうぞ。実は間違ってない、絶対にやってはいけないドライヤーヘアアイロンの使い方クイズです。説明をいたします。この企画ではドライヤー、ヘアアイロンの使い方に関するクイズがそれぞれ3問ずつ、計6問出題されます。皆さんのお手元には丸ボツが記載された札があるかなと思うんですけれども、そちらを使って回答いただければと思います、はい。また正解数が最も多かった方には、なんと業界トップクラスの超大風量と軽量設計でドライ時間を大幅にカット、最新機能で速乾を叶えながら潤うツヤ髪を実現するキヌージョヘアドライヤーをプレゼントいたします。すごいですね。ヘアドライヤーをかけてもね、戦っていただければと思います。さてそれでは早速クイズに入っていきたいと思います。皆さん準備はよろしいですか？はい、はい。さて最初の3問はドライヤーにまつわるクイズです。それでは参ります。第1問。お風呂から上がった後はすぐにドライヤーで乾かした方がいい、丸か×かということですが、皆さん考えていただいて、心決まったらちょっとお願いします。いいですかね、皆さん。大丈夫です。決まりました、はい。はい。では皆さん一斉にどうぞ。ドン。リカちゃんが丸、ひとみちゃんが×、はい、で、みゆちゃんが丸ということですが、どうしてまずリカさん丸なんでしょうか？カラーをしたときに、はい、なんか美容師さんにすぐ乾かした方が色の持ちがいいですよって言われて気がして、うん、なるほど、乾かした方がいいんだなと思って応援しました。根拠がすごい小さいから丸なのかなっていう気もしてきましたが、さあどうなんでしょうか。答えはこちら、丸ということで、さすが美容師さんの意見を参考にということで、今回はリッカちゃんとミュウちゃんが丸ということになりましたと、ここでなんですが、鶴谷さん、こちらはなんで丸なんでしょうか？はい、今カラーの話をされたと思うんですが、カラーって髪の毛の中に入れて髪の毛の色をつけるんですけど、はい、髪の毛が濡れてる状態が長くなることによって、はい、髪の毛の表面のキューティクルっていう部分が開いてる状態になるんですね、はいはい、開いてる状態になるとそのカラー剤がどんどん出ていってしまうので、はい、濡れ髪時間が長く続けば続くほど色の持ちが悪くなってしまうっていうのが一つと、はい、あと一つは長時間濡れ髪で放置していることによって、はい、菌とかが湧きやすくなってしまって、ね、頭皮の匂いが起きやすかったりとか、うん、頭皮環境が悪くなる可能性があるので、注意してほしいなっていうところで、正解は丸でした。なんか頭皮環境の話を聞くと、はい、ちょっとドキッとそうですよ、ね、自分がいますね、うん、なので、うん、すぐに乾かせってなかなか難しいと思うので、うん、はい、できるだけ自分の生活習慣の中でできるだけ早く乾かせるのがいいかなと思います、うん、なるほど、今日からね、すぐさま乾かすように頑張りたいと思います。頑張ってください、はい、ということで正解者の方、りっかちゃんとみゆちゃんにはお花をプレゼントしたいと思います、はい、ではさて次どんどん参りたいと思います。
続いての質問はこちら。ドライヤーは髪から20センチより近づけて使った方がいいか、丸か×かということですが、皆さんちょっとだけ考えていただいて、近づけさあどうでしょうか。決まりましたか。はい、大丈夫。はい、では皆さん一斉にどうぞ。りかちゃんが×、とみちゃんが丸で、みゆちゃんも×ということですが、まずひとみさんはどうして×に、あ、丸にされたんですか。近づけて使った方が乾きやすい。確かにピンポイントですぐこう乾いていくイメージはありますか。ということですが、回答の方はこちら、×ということで、これはなぜ×なんでしょうか。今乾きやすいってお話をしたと思うんですが、乾きやすいっていうことは熱がしっかりと伝わるってことなので、近づければ近づけるほど熱がしっかりと伝わりすぎてしまって、頭皮だったりとか髪の毛が乾燥しやすいので、近づけることによって髪の毛が傷んでしまう可能性があるので注意してほしいので、20センチ以上開けた方がいいかなと思います。なるほど。まあ、確かにちょっと焼けそうな感じもしますよね。高温だからってことですよね。ということで、正解は×でした。今回の正解者はりっかちゃんとみゆちゃんということで、さらにお花を贈呈したいと思います。嬉しそう。みんなね、ちょっとずつドライヤーがもらえる権利を獲得してるので、ちょっとねニヤニヤしてるかなと思うんですけど、さて続いて、ドライヤーの問題はこちらでラストになります。さてどんどん参りましょう。続いての質問はこちら。ドライヤーを使うときはノズルをつけて使わないとダメ、丸か×かということですが、皆さんいかがでしょうか。回答決まりましたかね。はい、はい、大丈夫そうですか。では皆さん一斉にどうぞ。お、皆さん初めて揃いました。全員×です。ということは絶対にノズルをつけなくてもいいっていうことですね。ということなんですけれども、正解はこちら、×ということで、皆さん正解です。おめでとうございます。こちらなんですけれども、なぜ×なんでしょうか。ノズルっていうのはピンポイントに風を当てたい時に使うものなので、前髪とか根元だけ乾かしたいとか、そういう時にはノズルをつけてもらって、まんべんなく髪の毛全体を乾かしたい場合っていうのはノズルを外した方がまんべんなく乾かせるので、自分が使うポイントでノズルをつけるつけないっていうのを決めてもらう方がいいかなと思います。ノズルってそういう役割がしっかりあったんですね。はい、意外と使わない人多かったりするんですけど、確かに意外と慣れるとピンポイントで乾かすときに使えるので、すごく便利なアイテムです。ということで今回の正解者3人ですね、皆さんに1ポイントずつ。ここまでがドライヤーの質問でございました。こちらからはアイロンに関する質問が3問続きます。続いてのこちらです。どうぞ。アイロンを使うときには少し濡れ髪に使った方がいい、丸か×かということですが、皆さんいかがでしょう。はい、よろしいですか。ということで皆さん一斉にどうぞ。お、こちらも全員一致して×ということですが、ということは濡れ髪には使ってはいけないということになりますが、正解はこちら、×ということで、皆さん正解おめでとうございます。え、こちらはなぜ×なんでしょうか。髪の毛の中に水分が入っている状態で、まあ、高温の熱を当ててしまうと熱が伝わりすぎてしまって、まあ、髪がジュッて多分経験あると思うんですけど、はい、あります。ジュッてなって水蒸気が出てしまうので、それでめちゃくちゃ傷んでるんですよ。なので絶対やめた方がいいということで、皆さんしっかり乾かしてからアイロンね使いたいなと思います。ということで今回は皆さんにまたポイントを、ありがとうございます。ということでまた続いて問題に参ります。どうぞ。髪をアイロンで巻くときは髪を一度にたくさん巻くのではなく、こうブロッキング、小分けにして巻いた方がいい、丸か×かということですが、皆さんいかがでしょう。普段どんな風に巻いてますか。大雑把にこう巻いてしまうか、しっかりこう小分け小分けで巻くかということなんですけれども、皆さん普段どんな風に巻いてますか。分けますか。みんな分けますか。多いから助けない人はやっていけないなるほどなるほど。ということで皆さん回答の準備はよろしいでしょうか。では皆さん一斉にどうぞ。丸ということで、ね、お話にもあったようにみんなちょっとずつちょっとずつ巻いていくということなんですけれども、正解はこちら、丸ということで、皆さんおめでとうございます。こちらはなぜ丸なんでしょうか。はい、こちらはですね、髪の毛を一気に巻いてアイロンを当ててしまうと、熱の伝わり方にムラが出てきてしまうので、アイロンが
一番近くで当たってる髪の毛はめちゃくちゃ熱が当たってるんで巻きが強くつくんですけど、ちょっとアイロンのプレートから離れてる髪の毛って熱が伝わらないので跡がつきにくくなってしまうんですよ。なので、まあ、その巻きのムラが出るっていうのと、まあ、熱が伝わらないからって言って結構ずっと熱当ててしまうと、それも髪の毛をダメージさせてしまう原因になるのでです。なるべく小分けにこうブロッキングした方がいいということですね。はい、ね、はい、ありがとうございます、うん、ということで皆さんにさらにポイントを、はい、お願いします。さて最後の問題はこちら。アイロンを通す前に櫛で溶かすのは OK か丸か×かということですが、皆さんいかがでしょう、まあ、普段どんな風にねアイロンを通す前にやってるかっていうのをちょっと考えながらね回答いただければと思いますが、どうですか、決めましたか、はい、最後の問題です。アイロンがかかってるかもしれない。では皆さん一斉に回答をどうぞ。お、皆さん丸ということで、では正解の方に行きたいと思います。正解はこちら、丸ということで、皆さんおめでとうございます。こちらはなぜ丸なんでしょうか。はい、こちらはですね、まあ、アイロンを入れてあげる前にブラシでしっかり髪の毛を溶かしてあげてベースを整えてから巻いてあげた方が、まあ、艶感も出ますし綺麗に巻けるので、はい、やった方が絶対いいです。なるほど、はい、ということなので皆さんよかったらご参考にしてみていただければと思います。ということで今回優勝者はりっかちゃんとみゆちゃんということで、おめでとうございます。見事ね1位に輝きましたお二人にはドライヤーをということなんですけれども、2個も大丈夫なんでしょうか。おおめでとうございます。ということで優勝したりかちゃん、みゆちゃん、おめでとうございます。では一言ずつねちょっと感想をいただきたいなと思うので、まずりかちゃんからお願いします。はい、普段のヘアケアからいいドライヤーを使って絹以上にふさわしい絹のようなシルクヘアをゲットしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてみゆちゃんお願いします。昔から髪の毛にはコンプレックスがあったので、今回こんな機会をいただいて使えるのがすごく今から楽しみです。綺麗なサラサラヘアを目指して頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、キヌージョプレゼンツスタイリスト×ミクチャライバー、スペシャルコラボトーク企画、クイズ企画はここまで以上になります。この他にも、コラボ企画ではヘアケアのトレンドに関するセキュラなトーク動画もございますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。またこのキヌージョ公式チャンネルではこの他にもヘアケア、ヘアアレンジ、髪に関するハウツーのご紹介をしておりますので、そちらもぜひぜひご覧になっていただければと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。さてここまでのお相手は私キリンジライバー所属まことプロスタイリストインフルエンサーの鶴谷和俊さん、メルテムさん、大人気ミクチャライバーのりっかちゃん、ひとみちゃん、みゆちゃん、以上のメンバーでお送りいたしました。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。